サンキュードラッグは福岡県北九州市門司区に本社を置くドラッグストアチェーンを展開する企業である。福岡県の北九州市、遠賀郡岡垣町、中間市、山口県の下関市においてドラッグストア、調剤薬局計73店舗を展開している。日本チェーンドラッグストア協会正会員。北九州市に本拠を置く調剤、ドラッグストアの企業として、北九州市、遠賀郡、中間市及び山口県下関市のみに特化した店舗展開にこだわっている。また、地元のJリーグチームであるギラヴァンツ北九州のスポンサーになっている。サンキュードラッグでは、2007年4月から自社と取引のある大手メーカー、卸問屋のスタッフと一緒に客の購買に関する潜在需要の掘り起こしに関する研究を行う独自の潜在需要発掘研究会という会議を毎月1回開催している。その内容は、まずメーカー、問屋の担当スタッフや自社の社員による特定の商品やカテゴリーの潜在需要に関するプレゼンテーションが行われ、その後、様々な検討を経て、実際に店頭でその商品やカテゴリーに関する販促施策が実施され、その結果を改めてプレゼンテーションにて発表し検証するというもので、こうした工夫によって店舗における潜在的な商品に関する需要の発掘と育成に取り組んでいる。ありがとうございます。